キルキス県は、ギリシャ共和国の中央マケドニア地方を構成する、行政区の一つ。県とは、キルキス。キルキス県の西部にはペコ山脈が、北東部にはケルキニ山脈が、東部にはクルシア山脈が連なっている。また、県北部にはドイラニコが存在する。キルキス県の東は、セレス県、南は、テッサロニキ県、西は、ペラ県と接し、北は、 マケドニア共和国のゲブゲリアと国境を接している。県南部のアクシオス川流域は主に地中海性気候である。一方で、主に高地部では冬が厳しい大陸性気候となる。県内の集落現在のキルキス県の地域はマケドニア王国に征服され、併合されるまでは数々の王国が存在していた。第3次マケドニア戦争でマケドニア王国が破れ、 この地は共和制ローマの支配下に入った。395年にローマ帝国が東西に分裂すると東ローマ帝国の当事領となった。10世紀にこの地域は第一次ブルガリア帝国に征服され、ブルガリア人が居住するようになった。11世紀にはビザンツ帝国がこの地域を奪回したが、1204年にラテン帝国領となり、 その60年後に再び、ビザンツ帝国領となった。その後オスマン帝国に併合されてから500年間、オスマン帝国領であり続けた。19世紀の終わりに、マケドニア構想が始まると、この地域のギリシア人とブルガリア人の間で衝突が起こった。その後1912年の第一次バルカン戦争で、現在のキルキス県東部は、ブルガリア領となった。しかし、 1913年に起きた第二次バルカン、戦争では、ギリシャ王国がこの地域を占領し、ギリシャ王国に併合された。この時、北部マケドニア地方のギリシア人がこの地域に移住した。また、ヌイー条約の結果、北トラキア地方のギリシア人がこの地域に移り住み、逆にこの地域に住む、ブルガリア人はブルガリアへ移住した。 その結果この地域のギリシャ語話者は多数派となった。さらに、1922年のキド戦争の後に結ばれたローザンヌ条約で小アジアからのギリシア人も移住した。1939年までこの地域はテッサロニキ県の一部だったが分割され、現在のキルキス県が構成された。第二次世界大戦とギリシャ内戦では多くの建造物が破壊されたが、 戦後修復された。その後人口は増加し、海外へも流出した。1972年には国道1号線が開通した。キルキス県キルキス県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。キルキス県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのキルキス県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、 旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものはキのティタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。ノモスとしてのキルキス県には以下の軍があったか。 2006年に合法的な位置づけは行われていない。国道1号線、ありがとうございます。